こんばんは、荻野ゆかです。 NAC5 埼玉 Z マップ、この番組は毎週異なるテーマで皆さんから埼玉県にまつわるエピソードや思い出、魅力あるスポットを募集し、リスナーの皆さんとオリジナルの地図 Z マップを作り上げていく番組です。本日作るマップはこちら、埼玉×サプライズマップ。所沢市、ラジオネームライオンズパパさん。荻野ゆかさん、こんばんは。こんばんは、番組初の海外版だ、すごい、初の海外版です。私、技術者をしているのですが、中国の北京で開かれた国際会議で、私の会社の副社長が何の前触れもなく、いきなり今日は英語の通訳としてライオンズパパ君を連れてきていますと、まさかの無茶ぶりサプライズ。こうなっては仕方ありません。決して得意ではない英語を駆使して副社長の通訳をすることに。冷や汗をびっしょりとかけましたが、1時間の同時通訳やりきりました。マッピング、マッピング、すごい。急に言われて、急に振られて、となった中のもちゃんとやりきったんだ、すごい。でもさ、これ焦るよね。もうほんとそういう無茶ぶりやめてくれよって。私もあるもん、何その無茶ぶりと思って。私はなんかあたふたして終わっちゃうんですけど、ちゃんとやりきれたのはすごい。川越市、ラジオネーム川越親善大使さん。荻野ゆかさん、荻野ゆかちゃん、こんばんは。こんばんは。サプライズですが、所用のため父の戸籍謄本を取り寄せた時、人生最大のサプライズが起きました。父が ×2 で、それぞれ前の奥さんと一人ずつ子供がいたことが発覚。さらには1度目の結婚と子供に関して親族は誰も知りませんでした。それぞれの暮らしがあるので探そうとは思いませんが、30歳で兄と姉が増えたサプライズでした。うお、マッピング、マッピング、そんなことあるの、すごくない？30歳にして兄弟が増えたというサプライズか。なんか規模が大きいサプライズすぎてすごいんだけど。栃木県、ラジオネーム浦部さん。新潟県にバスケの試合を見に行った時、泊まったホテルが好きなチームと同じホテルでした。私の部屋に向かう時にエレベーターを使ったら、私の推している選手が一人っきりで乗ってきました。私は固まってしまいましたが、私が持っていたキーホルダーに気づいてくれて、その選手と話すことができました。わずか30秒だけでしたが、めちゃくちゃ嬉しかったです。うわ、マッピング、マッピング、そんなことあるの、話せた、話せたんだ、よかったね。そんなことなかなか人生でないですから、推しとエレベーターで一緒にって。めちゃくちゃいいサプライズな経験をしましたね。栃木県、ラジオネーム事実パイセンさん。荻野ゆかさん、こんばんは。こんばんは。以前、秩父のいい感じな古民家バーで飲んでいると、見知らぬ男性に声をかけられました。これからプロポーズするので、これ鳴らしてくださいとクラッカーを渡されたのです。しばらくすると彼女がやってきました。僕と結婚してく、もう少し考えさせて。微妙な空気の中、鳴らされたクラッカー、棚上げされたサプライズは重苦しかったです。マッピング、マッピング、そんなことあるの、これは何とも言えない、切ない。これ協力してって言われた側も、って何とも言えない感じになってしまうもんね。そうか。熊本県、ラジオネームとんこつさん。今年の1月、靴箱に人生初のラブレターが。その日、一日中そわそわして、放課後に指定された自動販売機の前まで行ったら、クラスの女子が。そんな素振り全くなかったから、マジかと思っていたら、いつもの友達メンバーが全員登場し、ドッキリでした。みんなで初詣行った時の俺のエマ、モテたいを気分だけ叶えてくれたらしい。お前ら遊びたかっただけだろ、余計なお世話だ。すごー、なんか面白いな。友達たちもすごい面白いね。これどんな気持ちだったの？すごい、なんかね、最初嬉しかったのに後で落とされて、なんとも言えないね。そのめっちゃ面白い。16歳か、高校生か、いいな、これも青春ですよ。深谷市、ラジオネームミスターアルメリアさん。荻野ゆかさん、こんばんは。こんばんは。私、20歳の誕生日に友人たちが応援ソングを作ってくれたんです。
そしてカセットテープに録音してプレゼントしてくれました。世界に一つだけの曲にものすごく感動して嬉しかったのを記憶しています。私にとっては人生最大級のサプライズだったと思います。マッピング、マッピング、嬉しい。曲を友人たちが作ってくれるなんてことあるの？一生の宝物だよね。素敵。千葉県ラジオネーム酸味の効いたいちご大福さん。一面のお誕生日を祝うため中浦和で一人暮らしを始めたこの家に集まりました。突然パッと電気が消え、スマホから AKB48 の涙サプライズを流します。お誕生日おめでとうと言いながら顔面ケーキとクラッカーをパンとやってサプライズは大成功でした。ところがその騒ぎ用にお隣さんが耐えかねて、静かにしてくださいとピンポンを鳴らされ肝を冷やしました。マッピングマッピング、これは嬉しいサプライズだよね。でもさ、確かにな、隣の人からしたらびっくりしちゃうよね。でもきっと思い出に残る嬉しいサプライズだったと思います。群馬県ラジオネームあゆいろデイズさん。昨日次女から携帯で明日家にいてよって言われました。前々から妻と次女の様子がおかしいので、おそらく今日 Z マップが始まるくらいに彼氏連れてくると思います。サプライズで仮装でもしようかなマッピングこれどうする？本当に彼氏が来たら、え、でもさ、もう今、そっか、現在進行形ってことだから、え、どうだったの？サプライズで仮装したのかな？気になる。続報お待ちしてます。メッセージありがとうございました。12月3日日曜日夕方6時からの埼玉 Z マップ、皆さんと作る Z マップは埼玉×謎の流行マップ。学生時代や家族の間だけで、あなたの周りでなぜか流行ったことを教えてください。荻野ゆかでした。